こんにちは。今日の講義は書籍、教えて先生もしかして性格って悪くなるの？です。最近、なんだかモヤモヤしてませんか？イライラしたり、ムカムカしたり、時には他人を荒探ししたり、昔の嫌な出来事を思い出したりしていませんか？前はこんなじゃなかった、こんなの私じゃないと感じることがありますよね。それって、もしかして性格って悪くなるのか、と不安になることもあるかもしれません。この本では、私たちの感情がどのように日常生活に影響を与えているのか、そしてそれをどうやってメンテナンスすればいいのか、という重要なテーマを掘り下げています。著者は長年にわたり自衛隊でメンタルヘルス教育を行ってきた心理カウンセラーであり、その経験を生かして心の健康に関する深い知見を提供しています。本書の初めには、日常的に感じるモヤモヤやイライラの正体を探ります。その原因が性格の問題ではなく、どこにあるのかを明らかにします。心のメカニズムを理解し、それを上手に扱うことで、自分自身をより健康に保つ方法を学びます。第1章では、私たちが普段感じる感情の正体を探ります。常にポジティブでいなければいけないという幻想についても議論します。大人になると共に失ってしまった子供の心の強さや、それに代わる大人の心の強さについて考察します。そして、なぜ正解がないのに正解を求めてしまうのか、そのメカニズムについても深く追求します。第2章では、しつこいモヤモヤやイライラの背景にある要素に焦点を当てます。感情を増幅させる要因として、疲労、刺激、記憶がどのように機能しているのかを解説し、それらが感情の強化にどう関与しているのかを明らかにします。また、見て見ぬふりをすることが問題の解決にはならない理由についても述べています。第3章では、日常生活で実践できる気持ちのセルフケアについて説明します。モヤモヤした気持ちにどう向き合うか、期待値をどうやって下げるか、そして必要な時には距離を取ることの重要性について具体的な方法を提案します。これらの小さな習慣が、長期的な心の健康にどれほど影響を与えるかを考えます。最後の第4章では、たまりにたまった心の疲れを取り除く具体的な方法を紹介します。自分の疲れに敏感になり、睡眠やプチ集中を通じてリフレッシュする方法、そして万が一それでも解消しない場合にはどうすればいいのか、という状況に対処する方法も示しています。さらに、人間関係においても、一度はぶつかり合った相手との修復の方法についても言及しています。この書籍は、日常生活で感じる様々な感情に対して深い理解を提供し、それらをどう管理していけばより充実した人生を送れるかを考えさせられる内容です。自分自身の心のメンテナンスが大切であることを教えてくれる一冊です。本書を読むことで、日常生活で感じる様々な感情に対して深い理解が得られます。自分自身の心のメンテナンスが大切であることを理解し、実践することで、より充実した人生を送る手助けとなるでしょう。まず第一に、感情を理解することで、その起源や背景を考える習慣が身につきます。例えば、モヤモヤした気持ちが湧いてきた時に、それが何によって引き起こされたのかを客観的に見つめ直すことができるようになります。これによって、感情の自己調整が可能になり、冷静な判断が下せるようになるでしょう。また、自分自身の感情を理解することで、他人とのコミュニケーションにも大きな影響があります。自分の感情に気づき、それを適切に表現する訓練を積むことで、より円滑な人間関係を築くことができるようになります。感情が高ぶっている状況でも、冷静に対処する方法を学ぶことができれば、対人トラブルを未然に防ぐこともできるでしょう。さらに、この書籍を通じて学ぶことで、ストレスの軽減にもつながります。日常生活で感じるイライラや不安をコントロールする方法を身につけることで、心の健康が向上し、身体的な健康にもプラスの影響を与える可能性があります。心身のバランスが整うことで、より良いパフォーマンスを発揮できるかもしれません。また、この書籍が提供する実践的なアドバイスを取り入れることで、日々の生活がより充実したものになるかもしれません。例えば、感情のメカニズムを理解し、自分自身の感情の波に乗る方法を学ぶことで、毎日の生活においてよりポジティブに、より意識的に過ごすことができるでしょう。これにより、人生の質が向上し、
自己実現の道を切り開くことができるかもしれません。この書籍は単なる理論だけでなく、実際のケーススタディや実践的なヒントも提供しています。読者はこれらを自分の日常にどう取り入れるか、具体的な方法を見つけ出すことができます。自己改善のための具体的な道筋が示されていることで、読者は自分自身の成長と変化を実感することができるでしょう。総括すると、この書籍は私たちの感情についての理解を深め、それを活用する方法を示しています。日常生活でのストレスや感情のコントロールに役立つ具体的なツールを提供することで、読者は自己管理能力の向上とともに、より充実した人間関係を築き、より満足のいく人生を送ることができるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体が健康であることは、学びや仕事を効果的にこなし、充実した人生を送るための基盤となるからです。健康的な生活習慣を築くことは、日常の活力やストレス管理にもつながります。そのため、食事や運動の管理は生活の質を向上させる重要な要素です。このような健康的な生活をサポートする一つの手段が、ライザップ、結果にコミットプライベートジムです。ライザップは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、個別に合わせたトレーニングプログラムを提案します。これにより、これまでジム通いやダイエットが続かなかった方々にも理想の体を手に入れるチャンスを提供しています。ライザップの特徴は多岐にわたります。まず、完全個室のプライベートな空間でのトレーニングが可能であり、他の人の目を気にせず集中して取り組むことができます。また、専属トレーナーが一人ずつに対応し、トレーニング内容や食生活、メンタル面の管理までトータルにサポートします。さらに、ライザップでは無理な食事制限を伴わない食べられるダイエットをご提案し、健康的に痩せる方法を教えてくれます。そして、30日間無条件全額返金保証を掲げており、満足いく結果が得られなかった場合には全額返金してくれる安心のサービスも提供しています。このジムは、ダイエットだけでなく健康管理に特化したサービスを提供しており、リバウンドしにくい体づくりをサポートします。トレーニングのみならず、食事やメンタル面のバランスも大切にし、総合的な健康管理を目指しています。そのため、多忙な現代人にとっても効率的で実りのある健康管理が可能です。ライザップはテレビ CM、結果にコミットする、で話題のパーソナルトレーニングジムとして、多くの人々から支持されています。自分の体を変えたい、健康的に美しくなりたいと考える方々にとって、ライザップは自信を持っておすすめできる選択肢です。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。